入社1年目の清家です。ドライバーで今はコンビニに食料品配送してます。会社の車庫から物流センターまで運転して、センターで各店舗ごとに発注されたものを積み込んでから、その店舗に頼まれたものをその通りに運ぶっていった仕事ですね。すごくアットホームな職場っていう言葉が一番似合うかなと思ってまして、暖かいしすごく風通しがよくて、ここ改善した方がやりやすいし会社にとってもいいっていうのは、もうすごく上の方も聞き入れてくださるので、ここが夕日の強みかなと思ってます。入社1年目、二宮と申します。未経験から入ったんですけど、最初に教えてもらった先輩がすごく分かりやすく指導していただいて、もう1週間も経つ頃には未経験からでも、もうマスターしてできるようになりました。ある程度はその自分で最初からやらせてくれて、自分で考えて行動するようにさせてくれるっていう体制もあったので、すごくやりやすいなっていうのがありました。いつでも面接とか受け付けてますので、不安とかいろいろあるでしょうけど、そういったの もう打ち消せるような会社だと思ってますんで、やる気さえあれば誰でもできる仕事なので、ぜひ応募お待ちしております。ドライバー求人サイトの